スーパーデザイナー学科では3年生からマイブランドコレクションっていうのを制作するんですけど、ここで、ブランドの立ち上げっていうことを初めて経験しました。スーパーデザイナー学科の特徴としましては、企画から制作、お客様であったり人の手に渡すところまでを勉強できるところだと思っています。やはり3年生で行ったイタリアへの短期留学が一番印象的に残っています。毎日、ポリモーダのデザイン教授の先生とディスカッションを行うんですけど、そこで自分の伝えたい思いを、日本語ではなく通訳さんを通して英語で伝えるときに、言葉の感じ方の違いであったりだとか、そういうことが難しかったです。向こうの図書館でリサーチの作業を行ったんですけど、資料の数がすごく多いので、こっちでは見られないような美術であったりアートであったり、服の資料っていうものを目にすることができて、すごく刺激を受けました。今回のショーのテーマは、マイジェネレーションっていう、シーズンテーマでよく作りをしまして、私自身がすごく世の中の流れであったり社会的な動きっていうのにすごく興味があって、でそこからこう同世代の、自分と同じ世代の人たちがこうもっとこう熱い思いを持ってこう日本の世の中で生きてほしいなみたいなのがあって、一番大切にしたことは、リアルクローズでありながらもインパクトのある洋服作りっていうのをすごく悩んで考えました。メッセージ性、何かこうファッションみたいなのを伝えたいっていう思いがあるので、そういったものを、一番デザインに載せるときは、シルエットであったりだとか、肩幅であったりだとか、そういったところにこう強い気持ちみたいなのを入れて、表現するようにしています。SNS で自分の作品は常に上げることをしておりまして、それを見たスタイリストさんからお声掛けいただいて、今回使っていただけることになりました。学校のパンフレットにも推薦して使っていただいておりまして、実際に使っていただいたのがこのルックなんですけど、岡山の小島デニムっていう有名なデニムのブランドがあるんですけども、そこから生地の提供と加工っていうものをしていただいて作りました。私は常にファッションは世の中の影響を大いに受けながらも逆に影響を与えていけるツールだと考えているので、ファッションを通して世の中に何かメッセージを伝えていくっていうことがデザイナーのできる仕事だと思っています。